メリークリスマスは、ダザイオサムの短編小説。作品の冒頭で、著者を思わせる語り手が、私はそれまで1年3ヶ月間、津軽の聖火で暮らし、今年の11月の中旬に妻子を引き連れてまた、東京に移住してきたのであるがと述べる。実際に、ダザイが家族と共に、 東京の上野駅に到着したのも1946年11月14日夜であった。静江氏とその母のモデルは、林聖子と実母の秋田富子。戦後の担当編集者の一人であった野原和夫は、短編、推薦とメリークリスマスは、秋田富子への清潔な愛情が生んだ作品であると述べている。静江氏と語り手の火災が出会う場面も事実をもとに、している。 出版社勤務を経て、後に新宿にバーを開く林聖子はその時のことを辞書で次のように解雇している。21年11月初めの日曜日、私は駅前の三鷹書店を除いた。有島育馬さんが父のことを書いたロゴスを買おうと思ったのである。夕方の店内は活字に飢えた人たちでいっぱいだった。店の人に ロゴスの所在を聞くため、一歩踏み出そうとしたとき、レジを離れようとしている、男の人と向き合う形となった。私は魔法をかけられたようになった。ダザイさんのおじさんと言いかけて、慌てて、おじさんの言葉を飲み込んだ。それから半月ほどして、着物姿のダザイさんが我が家に来られた。そして、懐から、中央公論神殿号を取り出し、ひどく真面目な顔をして、これは、 僕のクリスマスプレゼントといった、また、ダザイの妻のみちこもこう述べている。ダザイは書簡を保存する習慣を持たない。にもかかわらず、この引き出しの一つには、数人の女性からの手紙が入っていた。没後、整理したら、ティーコさんからの来信が一番多かった。ダザイのメリークリスマスは、ティーコさんとその娘エスコさんのイメージから書いた小説だが、 メリークリスマスを書いた頃、ティーコさんは病床にありった。ありがとうございます。